さあ今回はこのね、進化ガラムを助けに行こう。違うマップがいいな。あ、またこっちか。仕方ないですね。さあこれ海で脱出するやつなんで多分変えられないんだな。お、いい場所じゃないですか。ここにしよう。なんか近い気はするけど。ああ、敵も近、あ、ここ別に関係ないのか。オッケーオッケー。さあ、肥沃な土地があり、ここ食料を作り放題。まあ、ちょっと、これレスキュー対象です。ここに、おう、ね、戻されましたね。今回、水耐性がいるかな。でも焼かれても大変だけど、まあ、水耐性、雨耐性でいくか。いや、右の方が安全感、安心感あるね。右にしよう。で、これは1軒で、さっきの2軒分のパワーを持ってるんで、最低ですね。で、食料を取らせてもらって。さあ、もう一回見よう。これ捕まってるんで、こいつをまず助けると。そのために軍事力が必要な回だね。だ、敵を滅ぼさないといけない。で、ここにもいるので、そうですね。戦ってもらいたいね、どちらかというと。彼らに死んでもらいたいですね。我々のために。で、これは何なんだろう。進化がいくのかな、多分。いきますか。あ、でも、あ、こうカタツムリいいんじゃん、これ、ほら。はい、勝てるわけないでしょう。無理無理ですよ。あ、できましたね、家ね。一人分余るなら家作るか。で、上に作りたい、ね、まだ無理ですね。さあ、軍ですが、まあ、近接でしょう。帰ろ帰ろ。これ取っていこうかな。あと布があれば多分助けて帰る準備はできるんじゃないかな。これここも突破。なるほど、これ大変なことになりましたね。ここ真ん中なら良かったけどね、敵を突っ切らないといけないな。すんだね。さあ、2人が食料、1人が所在集め、1人が建築と。よしよし、とりあえず家ができれば人口増加へと向けていきたいぞと。で、ここの勢力いいね。自滅だわこんなの。よし、あれ捕まえれたらね、あのカタツムリもう圧勝ですけど。見張りとストレージ、ストレージかな。ここに置こっか。あれ2人増やそうとしてますね、人を。ナイスナイス。一旦出てきましたけどね。あ、やらないのね、もうね。あ、もう増えたのか。オッケーオッケー。一人増えました。で、一人増えたと。あれは出てきたのか。あ、来たね。あと布なんで、まだこれやらないと進まないというかね。まあ、まだあとチャンスあるんで、燃やす方でいこう。モーバン畑行こうかな。今のうちにちょっと新たな発見をしたい。ここ行こっかな。布はなんかね、食料なのかな、多分系統で言うと。とりあえず軍を作りたいのでそこもいるけど、まず見張りだね。
襲われない。いけないの。いけるいけるいけるよ。君ならいけないと。で、こっちです。なんか戦ってんな。お、戦争してる。滅ぼされてくれ。よし、今のうちに軍備を整えよう。我々は攻めます。果敢に戦いに。ここ行けんじゃないの。ここ取ろう。トレードテーブル、これ要求テーブル、見張りどうかな。まあ、どっちでもいいから滅んでほしいですね。シンプルに。あ、いけたいけたいけた。でこれ取ったら一旦帰ってくるんで待ってでもいいかもね。よし、食料ありますよ。で、家が足りないのかな。じゃあ祭りしよう。ひらめきましたと。お、あ、バンブーか。バンブーないよね多分。バンブーは多分このマップでないんじゃないかな。あったかな。これそうじゃね。あるある、あります。バンブーあります。うん、拠点取ろう。拠点この辺でしょ。ここなら戦いにもならないでしょ。ここも取ろうかな。敵は広げる前にね、欲しいかなと。で、まあ、弊社作り中で、バンブー1個あるね。ってことはいけるんじゃないかな。で、この境界が戦いになる可能性あるからやめとこう。今は、あの連中が争ってるのを見守ろうかなと。これは別にやってもやんなくてもいいから、とりあえず取っとくか。取っておく、その精神が大事ですよ。今いけるっしょ。誰もこっから降りてきたやつとね、すごい近いから、うん、やめとこっか。うん、やめとこ。まだ刺激するタイミングではないと。何待ちなの。人が足りない。作ってないんだね今ね。人を増やしてますか。何をしてるんだ今。人増やしたいの。なら増やしますけど。いや、上に作りたいんです、家を。何かしら拡張していただきたい。暇になって言ってくれないかな。なんだ、関係ないか。関係ないな。さあ、敵の陣営見てますが、今弱いね、弱い弱い。いけるぞ。もうちょっと頑張ってもらって、カタツムリを1体でもいいから倒してもらいたいね。君たちのその犠牲でもって。いや、それ強いのよ、そのカタツムリ。あ、すごい、めちゃくちゃやられてる。哀れなほどやられてるわ。今のうちに取るか。カタツムリが来たらおしまいですけどね。見張っとく。よし、他が一個も進んでない。さあ、フェスティバルできますけど、ちょっと待ってくれと。やることあるんじゃないですかと。そんなことより、
まあ、これ同じなんじゃないの。で、あと1個か。安全なところにはもうないかな。これ、はしごかなんかいるよね。うん、いけないもんね。まあ、キャラクターもいけなかったし。さあ、フェスティバルしましょう。働かせると一人だけ勤勉だね。こんなイベントに目もくれないと、ハロウィンなんてクソくらいと。で、そう、軍だね。これ資源復活の、これ上に家が作れるね。まあ、てかここに作れんじゃない。あ、まあ、広がってはないのか。なんかこのエリアが来てから広がらなくなったんだね。昔はで領域広げてたと思うんですけど。さあ、そういえば布だよね。そういえば布ですよ。だこれは、あ、これ家につけるやつや。びっくりした。まあ、待つか、とりあえず。あ、来た。これ、我々の領域が広がり、バンブーが抑えられて、ここにバンブーはてか誕生したと。あ、どうしようかな。とりあえず1個作るか。ここ家作れるよね。よし。なんだ。うわ、かわいそうに。こっち来るんかと思った。なんか戦ってんのかな、こいつら。あ、それバック、おお、すごいことしてる。そう、おお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 、これチャンスなんじゃない。すごいビッグチャンスにしか思えないけど、今この木に乗じていけば、ちょっとなんか自分の村焼いてるんだよ。割れてるな。何こいつら。池カタツムリやってしまえ。めちゃくちゃ死んでるぞ両方。こう戦わないの。あ、こう戦うのね。あ、死んだ。こいつらやべえな。あれ戦うのか。ちょっと嫌ですね。ちょっと嫌ですね、それね。軍作るか。これてかできてないのか。いや、できてるんだよ、多分ね。あれか、あれ倒すのか。こいつは壊滅的兵を受けてますけど。3人いるこの爆弾弾もまずやればいけるわ。そう、鍵だね。弓の方が良かったかな、それなら。いや、もう投げ合いどうだろう。あいつらも食らってたっぽいから、自分ので。あ、これトレーダーなの。ノークレイ。確かに。これどうするんだ。いなくなってたけど、トレーダーさん。バラック行ったんじゃないのこいつ。クレイはクレイピットをね、取らなかったんですよね。ここでも行けないしな。
た？貸しなんかいらないですよね、別に。まあここかな。あ、ここなんかあるな。あ、近いと。まあ行っときましょう。ただいぶ食料あるんで、まあ、人口が欲しいかな。あれ、クレイは家に欲しいのか。お、なにこれ。いっぱい動いてます。さあ、クレイ12になりましたね。とりあえず、まあ近場のやつをなんとか確保するという方法で乗り切ろうと思ってますけど、なんかいろいろ吹いてるな。てか毎回操作出るんでね。それです。船か、これじゃない、これはしご、これがあれば取れるでしょ。あ、家できた、ナイス。てか布やんなかったっけ、気のせいかな。一回置いた気するんですけど。だから軍が今一人いますね。こいつか。まあ少なからず5、6人欲しいかな、あいつらを倒すためには数でいかないと。でここに関してはもうね、まあ無害みたいなもんでしょう。倒しに行ってもいいかな。土が手に入る、そうすれば滅ぼしに行くか。あ、これカタツムリ捕まえるやつなんですけどね。無理です。捕まえるやつではないかな。いや、これ捕まえるやつじゃないのかな。これフェスティバルか。じゃあこっちかな。捕まえるやつって軍か、関係的に言うと。だ、違うね。例えば食料あったな。こう上に置きますか。置くだけならただですからね。さあ、軍を作れ、軍を作れ。あ、てか、これのいけます。やばいやばいやばい。井戸とかないのよ、うち。井戸とかない方針でやらせてもらってるんで。こういう時に。弱すぎる。あれ、てか上も燃えてるんだけど、やば。下は安全かな今。逃げ惑ってくれてます。さあ、極めて危険な状況です。ここ水でやられるかなって思ったけど、まさかの炎ですね。上黒すぎてわかんないんだけど